フジテレビの人気番組、テラスハウスの撮影現場で、制作スタッフによるやらせ教養や、出演者へのセクハラ、パワハラが横行していることが、複数の関係者の内部告発と、週刊文春の取材により明らかとなった。同番組は、若いタレントたちが海沿いの豪華なシェアハウスで共同生活を送る様子を、毎週ドキュメンタリーとして伝える、リアリティショーとされている。だが実際には、 現場に複数いるスタッフの振り付けにより展開が決まるという。その人頭指揮をとっているのが、制作会社、イーストエンターテインメントの岡野孝太氏。岡野氏は個別にメンバーを呼び出し、威圧的な態度で、こんなセリフを言え、このメンバーと恋愛関係になれなどと指示を出すという。また、彼は女性出演者へのセクハラ行為も日常的に繰り返していた。特に犠牲となったのは、 人気急上昇中のグラビアアイドル、加計美和子。岡野氏は彼女のバストをわしづかみにすることもたびたびあったという。これらの告発について、番組の責任を負うフジテレビは、やらせ、ハラスメント等の事実はないと聞いておりますとしながらも、出演者でそのように感じた方がいらしたとしたら、大変残念に思います。今後、より一層細心の注意を払い、制作に臨みたいと回答した。